コスモノートユーリーガガーリンはソビエト連邦の衛星追跡船。ソ連での交渉選手は調査船で、計画名は1552計画。船名は世界で初めて有人宇宙飛行に成功した宇宙飛行士ユーリーガガーリンにちなむ。宇宙ロケットの打ち上げや人工衛星、宇宙船の完成、制御、通信のためには、これらの軌道に合わせて、 複数の通信設備が必要である。しかし、海外領土がなく、比較的高度にあるソ連は、ソ連上空以外での追跡や通信に著しい、制限を受けた。こうした、通信設備を搭載した船舶として、コスモノートウラジーミルコマロフが配備されたが、これは既存の貨物船からの改装だったため、専用の設計で建造され、北極海での衛星追跡を行う船と、 大西洋での衛星追跡を行い必要に応じて、地上の完成機能を引き継ぐことができる、より大型の衛星追跡船が求められた。九百六十九年、五百五十2計画は承認され、二月十日のソ連閣僚評議会令二の四十一により、ユーリーガガーリンの船名が与えられた。主任設計者 D.G. ソコロフにより設計されたコスモノートユーリーガガーリンは、 レニングラードのバルチック造船所で建造され、1971年12月に完成した。船体は22隻が建造されたソフィア級タンカーの設計を流用しており、極めて大柄で、船首にはバルバスバウが備えられている。船体は水密壁を有する8つの区画に区切られていた。世界各地のな海域での航海と洋上での追跡や航海を想定して、 船体には干渉材が設置され、カテゴリー7の暴風雨の中でも快適な作業ができるようになっていた。また、漂白中や渓流中の移動を容易にするために、サイドスラスターを船首に2機、船尾に1機装備した。手機はターボエレクトリック方式で、完成当時は同方式を用いた世界最大の船舶だった。19000馬力の蒸気タービンで発電機を駆動した。 連続航行距離は最大速力で24000マイルで、これを可能にするために、ボイラー燃料9000トン、ディーゼル燃料1850トン、潤滑油115トン、ボイラー水80トン、飲料水2100トンを積載した。これらは130日分の燃料と60日分の清水に相当する。さらに、1日あたり40トンの生成能力を有する。 海水炭水化プラントが2機搭載された。船内には140人の乗組員と215人の宇宙科学技術者が乗り込み、86の研究室があった。最大130日の長期高校のため、船内には充実した医療設備や複数の食堂のほか、レクレーション設備として、ビリヤードやチェスのための専用室、グランドピアノがあるラウンジ、 バスケットコートを兼ねた体育館3面の屋内プール300人収容可能の劇場があった。外観の最大の特徴は衛星追跡、通信用に搭載されたクワットリング、シップボールの大小2組、計4機の大型パラボラアンテナである。さらにシップシェル、V チューブの大型 HF アンテナが搭載されたが、これらは パラボラアンテナの妨げにならないように、線尾の煙突周辺に配置された。コスモノーというリーガガーディンは、これらの大型アンテナを含む75機のアンテナを搭載した。船橋にはこれらに加えて、航海用のレーダーである、ドンケート・オケアンが、各1機搭載された。コスモノーというリーガガーディンを描いた45米か、切って、コスモノーというリーガガーディンは、 1971年から1991年までの20年間で、大西洋を中心に20回の遠洋航海を行い、人工衛星や探査機、有人宇宙船の通信中継や、飛行制御、観測活動を行った。主なものとして、ルナ20号のサンプルリターンの制御や、ベネラ8号着陸船の情報伝達、アポロソユーズテスト計画の通信中継、 サルート7号とソユーズ T-5 のドッキング支援が挙げられる。コスモノーというリーガガーリンをはじめ、アカデミーク、セルゲイ・コロリョフ、コスモノーとウラジミール・コマロフといったソ連の衛星追跡船はソ連科学アカデミーの海洋探査研究局宇宙研究サービスに属し、実際の運航は国会船舶公社が行った。1991年のソビエト連邦の崩壊後、 コスモノーというリーガガーディンとコスモノーとウラジミール・コマロフはオデッサを低傾向としていたためロシア連邦とウクライナの間で貴族問題が生じた。2隻はバルト海船舶公舎への遺憾が試みられたが結局ウクライナ船隻となりウクライナ国防省に引き継がれた。しかしウクライナは衛星追跡船を必要とせずコスモノーというリーガガーディンはオデッサ近くの ユズニー以降に係留されたまま放置された。1996年、コスモノーというリーガガーリンはスクラップとして売却され、オーストリアのサウスメルクール社に1トンあたり170ベイドルの価格で売却された。1996年6月24日、コスモノーというリーガガーリンは最後の航海に出航し、8月1日午後5時15分にインドのグジャラート州アランに到着。 同地で解体された。ABCDEFGHIJKLMNOPQRS。2019年7月6日閲覧。ABCDEFGHIJKLMN、ノーマン・ポルマー、編著、マチョ、トシオ、夫、分ソ連海軍辞典、原書房1988年 ISBN4 から5 6 2 0 1 9 7 5 1 p 4 5 4 ABCDE。ABC なぜ、ソビエト海軍宇宙艦隊は死すべきだったか、ロシアビヨンド。2019年7月6日閲覧。ありがとうございます。